橋本たまきな4日に放送された NHK 連続テレビ小説おむすび月土曜毎 8.0 第5回の平均世帯視聴率は 16.2%、 ビデオリサーチ調べ関東地区だったことが7日分かった。おむすびあらすじ紹介へ。女優橋本環奈がヒロインを務めるおむすびは、橋本演じる福岡県の糸島で育ったギャルのベー、田結、米田、結が栄養士となり、現代人が抱える問題を食の知識とコミュ力で解決していくオリジナル作品。ケツは困っている人がいると放っておけない性格で、家族との確執や友情、恋模様などが平成の30年間に起きた出来事や世相を振り返りつつ描かれる。タイトルのおむすびは、ケツの幼少期のあだ名であり、縁や人を結び、つなげてゆくヒロインの歩みを象徴する意味が込められている。NHK 正直不動産などで知られる人気脚本家のコンポンノンジ氏が脚本を手掛け、語りをリリー・フランキーが担当する。主題歌はロックユニットビーズが書き下ろしたイルミネーション。